何の振動ですか？よくわからない振動でしたね。上の階で、新婚さんが、すごい元気に励んでるんですかね。ああ、なんかすごい、急にドアップですね。お母様、なかなか写真写りが良くないっていうか、ちょっと加工アプリとか入れた方がいいかもしれないですね。うん、狭いですね。狭くてね。ぐねぐねでね。ひだがいっぱいあってね。まあ、明記のね、条件は確実に満たしてる。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。もしくは、おはようございます。オブザーバーシステムリダックス実況プレイの第14回目です。ダンが屋根裏部屋に向かっていると、突然殺人犯が襲いかかってきた。その結果、2人とも古いメンテナンス用ハッチに落下する。ダンは生き延びたが、殺人犯はそれほど幸運ではなかった。露出したワイヤーに絡まり、その強化ボディでさえ電圧に耐えることができなかったのだ。殺人犯の頭の中に入ることは耐え難いことかもしれないが、答えを手に入れる絶好の機会でもある。ということで、殺人犯ね、追い詰めたところね、揉み合いになって落下し、ワイヤーに絡まってね、犯人が死亡してしまったというところで、なんとね、驚愕の犯人が江頭2時50分さんだったというところでね、終わってましたね。もう完全に全身が強化されてますね。パワー勝負で勝てるわけがないっていうことですね。ああ、あのワイヤーに絡まってしまったみたいですね。では、真相を究明するためにね、脳内のチップにアクセスするしかないでしょう。ビクター・マデルスキさん。これが犯人の名前ですね。では、行きましょう。God knows why you fucking kill people.But I want my fucking son. そう、アダムさんのね、手がかりが必要です。ずんずん奥の方まで行きますね。深い穴ですね。さあ、ここがビクターさんの脳内。随分とね、陰気臭いですね。屋内ですけど、随分雨の音が響き渡ってますが、基本的に一本道みたいですね。何事ですか？解いてくれね。どういう意味なんでしょうか。なんか人が人か、あれは人がいっぱいいますね。Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. 世界で一番可愛い女の子。なんかすごい大きいテレビが、あれ、この人たち、あら、なかなか特徴的なお顔ですね。何を意味してるんでしょうか。笑っているのか、怖がってるのか。あ、これ楽しいですね。あ、どんどんみんなが後ろに下がってて爆発していきますね。もう一網打尽にしてやりましょうか、これ。あ、もうこういうね、プチプチを潰すみたいな感じで楽しいですね。ああ、大きな方が倒れてしまって消え去った。まだね、何を荒らしてるのかちょっと分かりかねますけども。あら、博士課さん、日本酒の博士課さんみたいな方がね、いましたね。前回もお見かけしましたけれども。ここは随分とね、まあ、ちょっとメンテナンスが行き届いてませんけれども、今のところね、普通の見た目ですね。あの子すごく可愛いでしょ。あら、なんかちっちゃくなりました。気のせいですか。なんかすごいです。背が小さいというか、これしゃがんでるわけじゃないんで、おそらくはビクターさんの子供の頃の記憶ってことですかね。よその子のことをお母さんが可愛いって言ってるんでしょうか。
と気になりますね。これは？あ、普通の物入れというか、タンスというかですね。特に変わったものはなさそうです。うん。お母さんはちょっとお休みになってるみたいなのでね。まあここはね、聞き分けのいい子を演じてね、お外に遊びに行きましょうかね。どうしてもね、小さい頃ね、無邪気な子とね、大人の顔色ばっか気にする子とかですね、いろいろ分かれてしまいますけれども、私はね、完全にね、大人の顔色を伺ってね、返して美味しそうな答えを返してるっていうね、嫌なガキでしたね。何ですかこれ、物置部屋ですか？特に何もないみたいですけど。開かない。あ、これは棚が動かせますね。音もなく随分とね、綺麗にスライドしててますけど。あ、ここに隠し通路みたいなのがありますね。何でしょうこれ。なんか気になるものが机の上に。Victor. これは仮面。He had cut only a few strokes when he saw the red cap shining through. He cut a little more, and the girl jumped out and cried. 赤ずきんちゃんか。 Oh, I was so frightened. It was so dark inside. Mommy, why did the wolf have to die? ん？狼に感情移入してます、ひょっとして。あ、ちょっと、なんか大きくなりました。気のせいですか？いや、大きくなりましたね。元のサイズに戻りました。縮こまっていたね。物が元のサイズに戻りましたので。鹿は左手に行きましたが、こちらは何でしょうか？赤くなるな。なんか危険な感じがしますね。赤い方には近づかない方がいいかもしれないですね。何の振動ですか？よくわからない振動でしたね。上の階で新婚さんがすごい元気に励んでるんですかね。What's wrong with his leg? あの足はどうした？足に障害があるとかですかね。またなんか、あら、体のサイズまた変わりました。気のせいかな。ビクターさんから、四肢がね、インプラントというか機械に変わってたので、ひょっとしたら何かしら体に障害があるのかもしれ、あ、カードですね。障害を持ってたっていうことかもしれないですね。怪物。お母さんが呼んでますね。住んでたアパートメントでしょうか。勢いよく扉が閉められてしまいました。これは嫌われてるっていうことの暗喩なんですかね。そして笑い者にされている。あ、牛乳が。Watch your fucking step again. Here, fucking freak. Get out of here. 化け物呼ばわり。ちょっと見た目がわからないんですけど、お母さんがテレビでね、よその子をすごい可愛いみたいなこと言ってたんで、ひょっとしたらもう見た目も見にくいっていう可能性はあるんですけど。Come, Victor. Dinner is ready. あ、ご飯ですね。Yes. You're on the right path. We're almost done. 正しい道のり。博士課さんについていきましょう。もうね、日本酒ジャンキーみたいな。ん？これは。今のは、ジャックさんの殺害現場ですかね。おそらくはもうこれについていくだけでいいのかなって感じありますけど、右手は赤いですね。他に方法はない。閉まってしまいましたかね。となると他に方法はないというのは、こっちを通るしかないってことでしょうか。
ああ、なんかすごい急にドアップですね。お母様なかなか写真写りが良くないっていうか、ちょっとあの加工アプリとか入れた方がいいかもしれないですね。こっちは通れない。俺あの以前行って結構大幅カットした食堂に見えますけど、同じアパートメントに住んでたんですかね、もともとから。若干階段とか作りが違ったような気もしたんですけど。ああ、なかなかあの野生の味わいそのままっていうかね、ワイルドな料理でしたね。あ、博士課さんが。結構あの、迂回しちゃった感じですね。まあ、たまに音で驚かされるんですけど、基本的にね、結構ビジュアルとしては綺麗ですよね。ここは？なんか落ちてる。これも仮面か。ただ仮面自体には深い意味はなさそうです。なんだこれ。あ、トイレの入り口が、すごいこう、シースルーな感じで。開放感溢れるね。ラボとかのトイレというか、シャワールームみたいですね。何ですか？何をやらなきゃいけないんですか？ああ、ツタで塞がれてしまいましたね。おとなしく迂回すると。何の目になるかわかりませんけどね。またタトゥーショップの看板がありますが、この中に入れってことのようですね。メモのが逃げる。何ですか？ここはそのタトゥーショップで、ハンナさんですかね、女性を追い詰めてた時、なんかすごいバイブがあるのかと思いましたけど、これはあれですね、あの、ネイルの機械じゃないか。タトゥーの機械ですね。なんかヒューヒュー言ってる。ん？なになに？あ、なんか周りにいますよね。周りに、なんだこれは。あ、すごい。なんか、オタゲーみたいにしてる。オタゲー。オタゲーしてる集団がいる。何ですかこれ。あ、これが地下アイドル。あ、すごい。神々しい。チェキ1枚お願いします。あら、なんか地下アイドルの集会から解放されたみたいですね。博士課さんがまたいますね。これは絶望的。ん？また廃墟みたいなとこに戻ってきましたが、時系列がちょっとわかりづらいですね。ここは子供の頃だと思いますけど、また上の階の新婚さんが励んでる。ここは閉まってる。これはあの、ビクターさんと思わしき方を追跡してた時に通った部屋っぽいですけどね。今の時間軸と過去を行ったり来たりしてる感じですかね。うん、そうですね。ここ潜伏してた場所に似てますね。あ、なんか落ちてますね。カード取りづらい。あら、一瞬で消えちゃった。取ったのかな？こちら側に向かっていきましたよね。うん、狭いですね。狭くてね。ぐねぐねでね。ひだがいっぱいあってね。まあ、名器のね、条件は確実に満たしてる。あら、体がだんだん伸びてってます？背が高くなってってる気がしますね。そして、これは何ですか？今がチャンスだ。ここから、ああ、左手に行けばいいのかな？そろそろ、この迷宮抜けれますかね？こっちでいいのかな？ん？なんかちょっと赤いですけど。あ、間違ってる気がするな。あ、さっきの地下アイドルが、地下アイドルの月が迫ってくる。ちょっとムジラの仮面みたいですけど。これなんか失敗してる気がしますね。大丈夫？倒れてしまった。あら？通れちゃったみたいですね。これが正式な順路でいいんでしょう。一体自分に何をした？ちょっとすごいガクガクしてますけど。よくわかりませんね。わからないものをね、わからないという形で処理するっていうのもね、大人の大事なスキルではありますから。
調べてね、知識をため込むべきところと諦めるべきところね。ダニエルさん。Great idea, Dad. Damn it. And he did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am here. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him! これはビクターさんのご両親ですかね。バケモン。Victor, please. Your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. Leave me alone!なるほど。実の親にすら拒絶された。境遇にね、まあ、なんていうか、同情する余地はあるんですけど、これ周りにあるのなんだこれ、狼男かな。あ、なんか狼男にちょっと自己投影してる感じありますね。とはいえ、ちょっと時間的に厳しくなりそうなので、今回このあたりにしときましょうかね。今回もね、長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。失礼いたします。じゃあね。